はい、今日ね、下呂温泉来ました。ゆかいリゾートに今日は来てます。ただね、館内の案内になります。行きます。よいしょ。あれこんにちは。あれ今日の長いでございます。あ、すごい。すごい。まあ、要は、やり部屋。お二人でお楽しみになってください。はい、これいるわけねえよ。マジでビビった。いや、帰ってください。はい、はい、まあ、こんな感じだよ。あ、分かった。こんな感じ。よし、行きましょう。行きましょう。はい、お願いします。さあ、いよいよね、もう終盤ですよ。いやー、ゆかりのとありがとう。グッバイ。See you. See you, see you. いやー、いや、旅館めっちゃ楽しめた。いや、ほぼほぼ旅館で完結だよね。やばいね。カラオケもあって、卓球もできて、ゲームもあって、やばすぎでしょ。お相撲入ってやばいわ。天気も良くて、露天風呂も生えて、いや最高だわ。3つしかやってなくて。まあ平日だったからかな。ちょっといやー、確かに日月な、意外と来なきゃの話、街並みはちょっとそれてたけど。意外と来なきゃの話、外で飲もうとしたらあんまやってなかったぜ。2店舗だけな。最近いいんだってよ。いいよ、ありがとう、ありがとう。そしていやー、めっちゃいい街並み。確かに平日でしょ、今日。確かに、そうだね。すげえな。すげえ。あと、ロレッセンで分かったことがあったんだけど、はいはい、足湯がめちゃめちゃ多い。確かに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 、なんか、プリン屋のところもさ、足湯あったよね。あった、あった。ね、なんかね、牛乳屋さんのね、その、プリン。プリンに牛乳使ってるところはなんか、白っぽかったもんね、足湯が。ハッターの香りみたいになってる。いやー、よかったわ。いい匂いしてたわ。ね。足湯入ってねえけどな。入ってねえけど。入ってるきれいだけどな。いやー、確かに。あんた、この時期はいいね、紅葉が。紅葉いいね。いいね、きれいだね。いいわいいわ、いいわ。いやー、マジフィナーレとしては最高だったわ。さあ、ということでね、ひとまず、まあ、日本一周で言うと33日目なんだけど、いよいよね、もうフィナーレということで、今日でね、埼玉迎えればなと思っております。まあ、2人明日仕事だからな。カラリーマンだよ。カラリーマンだよ。やめてねえとか言うねん。たくさん仕事まだ決まってないしよ。決まっとるわ。やめろやめろやめろ。ガチニートかと思った。いや、ジブライスだよ。ニートが日本一できねえよ。やべえよ、やべえよ。ちなみに埼玉まで400キロぐらいあるかって。普通にさ、この3人で旅してると平均200ぐらいなのにさ、倍の距離行ってるよね。やばすぎだろ。最終日だぞ。詰め込みすぎだろ。そうだよ。明日から仕事だ。明日から仕事だ。仕事やめんでしょ、明日で。まあ、やめてもいいか、なんとかなるか。まあ、確かにね。なるよ、なるよ。なるか。なるよ。なるなる。なるよ。俺は仕事続けるよ。は？何の仕事かわかんないけどな。確かに。あんな仕事。おい、何の話だよ。グロ温泉の足湯作る？
仕事。じゃあなー、グッバイ、グッバイ、グッバイ。いやー、てことで今日はどこ向かうんだ。それはうん、倉庫の方じゃない。あ、そうなの、うん、なるほどね。オッケー、じゃあひとまずあれか、埼玉に戻りつつちょっと観光するって形なのかな。そうだね。オッケーオッケー、じゃあね、そしたらまた最終日観光地ちょっと巡るところなんで行ってみましょうか。よっしゃー、じゃあ行ってみよう。レッツゴー。オッケー、えい。ね、ガソスター忘れてない2人。ガソスターオーバーしてるよ、さっきから。やばいし、言わなかったけど、冷静にやめて。やばいよ。いや、ヤギなんかどんどん遠く行ってんなと思って。いや、なに、なに、こちらの動画されたくんだよね。え、いきなりやばいパンのライト、どんちゅう、タジオの回線やべえ。やばい、さっきから全部でも結構ガラガラ行っちゃってる。やばい、やべえじゃねえか。いや、なあ、まあ、うん、そこまで言ってなかったけど。聞こえてるところあるね、聞こえてた。うん、聞こえてた。まあ、なんとか話しよう。なんとかなる。え、イケメンのペッパーとライト、ポンポンチュー。ガソスタあるか、これ。なんじゃ、ここに。違うかね。あのね、そこ左行かないといけない。俺行こっか、先。右。うん、離れて行っちゃってるから。戻る感じよ。おはーい、安いコスモ来たぞ。コスモエネオスだと、もう一個なんか安そうなガソスターがあったな。それで食べるやつだったじゃん、さっき言ったら。ほんと、あー、高いぞ、ふざけんなよ。飛ばすの。あー、飛ぶぞ。でもう一個あるよ。もう一個先行ったら2店舗ある。あのエネオスの次のお店が安そうな雰囲気がある。ほんとだ、エネオスの具体名じゃん。そう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 、行こう。乗れ173円高いじゃねえか。あー、奥も173だな。コスモだな、コスモだな、コスモ行くわ。選ばれたのはコスモ石油。コスモと変わんねえな、これ。こっち入れちゃうわ。え、また一回入れるじゃん。ちょっと待って、コスモと変わんねえな、これ。こっち入れちゃうわ。選ばれたのは、あ、私、ソラトと申します。入ったぞー、チェックイン、チェックインだぜー。上がるなー。もう俺ら映った方がいいんじゃねー。あー、あれ、あ、いた、うん、あ、いたか。まだいます。まだいたか。あー、まだいたんかな。いたわ。長野で、長野で、間違いない。おー、間違いない。間違いない。顔見えてんじゃね。顔見えてるよ。光見えてる。これ見えてないでしょ。鼻が見えてる。鼻口が見えてる。わーい、粗品だ。わーい、粗品だ。わーい、中のいいとこだな。入ったばっかだけどな。入ったばっかのいいとこって言いやすかよ。最後30メーターぐらいだけど。ダメだな。ダメだ。ダメだ。適当だよって。適当だな。ダメだ。まあ、ダメや。適当だよ。長野経由して埼玉帰るの？そうだー。わあ。マジかー。スラッパーで長野県にありますか？あ、そうなの？埼玉じゃねえんだ。あー、埼玉だったら嬉しいな。あるわ。
あるだろ。おいでも水水水水じゃねえ、右湖や。水と右が一緒になってはい、ということで、とりあえず奈良の着いたってことで、まあ、ずいぶん県境から来たんだけど、うん、来たね。一応あれから諏訪湖目指してんだっけ。そう、諏訪湖。もう近いんか。まだ4分。近いね。来た。近いよ。でもなんかこの風景じゃ歩けない。絶対確かに。ちょっと一応なんかあれだよね、山越えてきたから、あのね、山から諏訪湖見えてたんだよね。そう、降りてきたから、はいはいはい、その時見えてたんだよね。今熊本まで来てんだよね。めちゃくちゃ景色良かったよ ね、うん、どうなんだろう。川があるな。右折？どこだ？右折。右のあれそうじゃね？いいでしょ。なんか濃いよね。だいぶ攻めたとこ来てんな。だいぶ攻めてんな。うわ。これ。水がその諏訪湖に流れていった。じゃね。ああ、そういうことか。いやー、これ落ちたら終わりだぜ。ワンチャンこの浅瀬だったら運転できるかもしんないけど。ワンチャンねえな。早くしてる車。おい、なんで正宗入んだよ。入りすぎだろ。あんたに役場に立てるやつ。もうなんか目的っぽいとこついてんぞ。あれじゃねえの。あれだよ。これな、左あれじゃないの、今右の。あ、でも。なんかあるね。はいはい。なんだろう。何なんだ。